この時間はクリック365為替情報のコーナーです。今週のゲストは岡三オンライン証券投資情報部長の武部力也さんです。武部さん、寒い中ありがとうございます。はい、どうもお邪魔しました。寒いですね。こちらに向かう時ですね、ちょっと当社周辺雪がちらほらしてびっくりしました。このマーケット雪込んでほしくないんでこれ雪とともには来ちゃいけないなと思ったんですが、今度逆に暑苦しすぎるぞと、はい、皆さんにお叱り受けないように今日はちょっと注意深くいろいろコメントさせていただきます。いや、マーケットはまあ若干冬ごろ的に上にも下にも行けなくなっちゃってる感じですよね。はい、これどうでしょうか、なんかきっかけ待ちなんでしょうかね。そうですね、昨日ですけども、スティーブン・ムニューチン、財務長官からですね、ドル高に関しての、少しこうネガティブな若干形成発言ありました。あとは長期金利、はい、もうこの辺の金利がしばらく長く続くだろうというのは、政権の意向なんでしょうね。FRB が本来は主観なんですけども、そこはあえてもおっしゃったというところで、ちょっとマクロ系ファンドがドル売りでちょっと仕掛けたという経緯かと思いますが、でこの辺の、今足元ですけども、113円の15銭から112円の90銭ぐらいでしょうかね、ストーンと下がったところがちょっと今上値、そうですね、瞬間12円の50銭台まで入りましたけど、それがやっぱり限界でしたね。はい、また戻ってきてると、はい、で今足元本日はですね、今日は五頭日でございます。スポット五頭日でも決済最終日、受け渡最終日ですので、 それによっての中値に向けた需給売りと買い方で、特にちょっと輸入企業の方が多かったの、あとはもう一つですけども、本邦の長期資金、こうしたものは昨日も、ここ最近ちょっとやはり聞かれるんですけどもね、112円台の後半、そして今日は半ばからというところで、ドル買い、円売りで支えている、センチメントとしてはちょっとドル売りと、仕掛けも入ってるんでしょう。これが今、ちょうど真ん中で対峙していると、こういうところが足元の、ドル円の環境かと思います。これ何かその流れから、上にしろ下にこう行くっていうのはどうでしょうかね。どれぐらいの時期的なものになってくるんでしょうかね。そうですね、テクニカルチャート、チャート見た方が一番分かりやすいのかもしれませんけども、日足の一目均衡表ですね。ぜひご覧になっていただければというふうにして思いますのは、3月の8日8日ですかね、この時に日足のネジがちょうど雲のねじれになってまいりますので、114円の50銭アラウンドでしょうかね、この辺から下降、雲の加減も支援してますので、今までの110円115円というレンジ感から115円120円に移行できるのかどうか、ちょっとこれ期待持ちすぎかもしれませんけど、行くとは言えないけど行くかどうかと。で、少なからずとも2月の21日にですね、麻生財務大臣が、金融財政委員、衆院の財政金融委員で1ドルかなりベランメイク調でいらっしゃいましたけどね、リーマンショックの時と比べて今1ドル120円なんだと、120円で円安だという言われはないと、覚えはないというふうにしておっしゃってましたので、120円水準までは政府当局、通貨当局としては円安というふうな気持ちはないんでしょう。となると、そこから超えていくと、対外諸国、主要国から牽制入ってくるかなっていう、抑制心は働いているのかもしれませんが、1ドル120円ぐらいまでは何にも何が問題あんだということで、これ力強く示してくれたので、のりしろは見えてきたのかなと。ただし、じゃあ下値がどうなのかというところですよね。 FRB の幹部からですね、イエレン FRB 議長の議会証言以降、昨日も米経新聞、あとは経済新聞もそうだったんですけども、早く利上げをするんじゃないかというような見出しが本当に、なんかそんな話また出てきてましたね。かなり、フィラデルフィア連銀のそれ総裁であったりだとか、パウエル理事さんも3月の利上げの可能性だってあるぞということをおっしゃってましたので、シカゴのフェドウォッチ、利上げの確率を見ますと、直近ですけども、これ今 22% ぐらいまで、またちょっと個人的にはですね、3月の15日今さらその、オランダの選挙などもあってというところの前後の中でですね、政治のテールリスクも意識すると、今までのイエレン FRB 議長が急にそこでテンポよく利上げするのっていうのは、ちょっと個人的には懐疑的ではあるんですが、そうなりますと、ポイントとしてちょっと押さえておきたいのは2点ございまして、一つは中国で、もう一つはトランプ大統領の議会演説。これ一般教書演説は1期目でございますのでね、ないんですけども、実質一般教書演説になりますが、2月の9日だったでしょうかね、2、3週間以内に、これは国家関連の幹部を前にしてでしたけども、2、3週間以内に目を見張るような減税政策をするぞとおっしゃりました。あれから2、3週間ってことは、14日ないしは21日、21日後ってなりますと、実はその時からの2月の28日のちょうど符号するんですよね。この時にはもちろん失望を誘うのか、さらに期待値を高めるのか分かりませんが、それまではちょっと動く
に動けないのが、まあ、実際のドル円相場なのかなというところが、おそらく市場センチメント、うん、まあ、全体的に支配性を強めているのかなというふうに感じています。うん、ただこれ期待値がやけに高まっているだけに、なんか出てきてもそれがさほどでなければそれで失望だし、出てこなければ当然失望だしと、タイム差しですよね。そうですね。だそして今これドル円、うん、まあ、今日はね、また為替クリック365情報でございますので為替なんですが、今日ちょっとドル円も動かないんですが、本当に株式の方も動かないなとですね、イライラしてらっしゃる方も多いかと思うんですけども、ちょっとドル円とですね、で昨日ですかね、中島さん、NASA、はいはいはい、国際航空宇宙局が、はいはいはい、地球に似た7つの惑星って出してましたね。水の存在も含めてってことで、はい、35光年先ですから、これ何年かかるんだって言って帰ってきても70年以上かかるのかって感じですけども、うん、じゃあちょっと今日はですね、ドル円に似たなんか銘柄ないかなと思って、7銘柄ちょっとこれあまり相関係数統計学的にですね、あまり分析を深度深めずに、うん、データだけ持ってきたやつなんですが、ドル円の動き2月振り返るとですね、ドル円の動き、まあ、ご存知の通りざっくりとなんですが、1をベースとして起点としたときに、まあ、ドル円とここにご案内している銘柄が、まあ、トレンド的には同じような、まあ、相関係数ですので、大体 0.7 以上でしょうかね、同じような動きをしていると。で理由を聞かれるとですね、武部も35光年先の答えになります。ちょっと煙に巻きたくなるんですが、あくまでも統計学的な観点で見ると、こうした動きで、まあ、最目ちょっとこう表面だけなんですけど、見ますと、まあ、インバウンド系がどうしてもこうしたところで出てきているのかなと、こういうところですね。これ高橋さん、何ですか、もうまさに市場入れずにもう機械が出した数字で、そうですね、機械が入れたとこういうところですので、はいはい、さすがに国際宇宙局の NASA のようにですね、双眼鏡あれを見て望遠鏡を見てあったっていうのと、まあ、ちょっと似て非なるものかもしれませんけど、統計学観点ではもうこうしたデータがありますよと、こういうところですので、まあまあドル円だけではなく株式市場の方もですね、外為市場だけではなく株式市場の方も今こうしたまんじりとしない中では、まあ、ただしそうした中でも細かく取ってらっしゃる方はいらっしゃるとこういうところかと思いますので、ドル円がざっくり112円台の前半から2月の21、22日の113円の71、74、75銭アラウンドでしょうかね、まあ112円の半ばから113円の後半、この上下枠組みの中でトレーニングしてらっしゃる方が多いので、まあ、おそらく株式市場の方々もまあ同様の、まあ、個別銘柄の高安見てしてらっしゃるのかなと。あまりその決算だとか自社株買いだとかというものに反映されてない銘柄がちょっと多いのかなっていうイメージもちょっと持ったんですけどね、個人的には。これだから円安でメリット国内株っていうイメージなんでしょうかね。まあ、インバウンドって言ったらそういうことですよね。まあ、そうした形になるんでしょう。まあ、京成さんだとかね、まあ、そうしたところ、まあ、JR 東に、まあ、出てますけど、どちらかというとそっちの方が強いのかなと。まあ、ちょっと今日は違う話で恐縮なんですけども。でその他ですね、はい、さあ、はい、どういう展開になるか改めてちょっとこのチャート見ていきましょう。はいはい、こちらの方ですね、東京金融取引所クリック365におけます岡さんオンライン証券のお客様、まあ、法人個人のそれぞれの皆さん方なんですが、1月からちょっと振り返りました。ざっくりと118円からスーッと赤い線なんですけども、下がってきたところには逆張り志向で買い向かっていったというところかと思います。で2月の上旬から、まあ、1月の下旬から2月の中旬、要は日米首脳会談があるところまでは、ドル高円安、これに対する牽制がありましてね、トランプ大統領からありましたので、そこに下がった、下がったけども逆張り志向で上がったと。でこの辺はですね、どうなんでしょうかね、結果として握手をして、まあ、ゴルフもなされたというところなんでしょうけども、個人投資家の皆様方はその円買いインセンティブはもうそもそも日銀の金融政策どんなに批判されたとしたって、米国と対比した場合は明らかに円買いインセンティブは低下しているだろうというのと、どうなんでしょうかね、日米首脳会談を見て改めて政権と、アベノミクスの、進捗性というんでしょうかね、継続性というんでしょうか、それを見込んで、まあ、信任性の強まりが逆張りでドル買い円売りを誘ったのかもしれませんが、ただしポイントとしてなりますのはね、114円115円、まあ、ついこの間ですよね、115円水準オプションがあります云々、イエレン議会証言があります云々で、その時に115円までいかなかったんですが、そこからはやはりですね、ここだけなんですよ、すっと、まあ、ドル円が下がると一緒になって回避率下がっていると。なる
るほど。要は115円水準はちょっと当面はちょっとソファーなんじゃないかという判断があったのかなというところで、まあ、回避率下がって、まあ、要は下がっているので一緒に売っているとこういうところかと思います。今直近のところですけどね、ドル円相場113円割れ112円、ここのところでぐっとドル円の割に下がってきてますが、ここに関してはドル円の回避率がまたぐっと直近ですけども上がっているというところだと思いますので、今後ですけどもその、来週ですね、トランプ大統領の、議会での演説、これにどういった動きが出てくるのかがポイントになってくる。で、日米会談においてはその現場で任せましょうというような話が安倍首相から提案されて、米国側からアグリーメントされたので、スティーブ・ムニューチンさんの発言で一喜一憂しているんだと思うんですが、ここ最近ちょっとその中国に関して対米中、まあ、米中問題これが分からないんですよね。なんかキーパーソンの位置づけで、はい、習近平さんの似顔絵を描かせていただいたんですけど、よくできてますね。過去にですね、2015年からなんですけども、チャイナショックってありましたよね、8月ですね、1月の人民元の切り下げだ、まあ、先とブレーキかけて取引です。で、今般その懸念されるのは4月においての、まあ、おそらく為替報告書になってくるんだと思います、まあ、ただしこの為替報告書においてはですね、これ GDP 比率だとか、まあ、為替を恒常的にしているだとかっていうような話なので、私はなかなかそこには触れられないんじゃないかなと思うんですが、政治的な圧力を例えばこの演説の時に強めるような形になりますとですね、で、昨日もグランドチャンピオンだと、為替操作のグランドチャンピオンだと、別にこれ褒めてるわけだと思いませんので、ね、シニカルなことをおっしゃってるんだと思いますが、中国経済にこれ打撃を受けたら我が国においてもこれ無縁ではないはずですので、過去3回そうしたものがあったということがちょっとですね、その2月28日228トランプ演説の時にも一応これ留意しておく必要性はあるのかなと。ただしもちろんポジティブな減税だとか本国投資法の話をするとっていうところなので、どういった綱の引き合いになるのかですね。まあ、いずれにしましょう、来週火曜日、まあ、これを見てからという話になるんでしょうかね。はい、ありがとうございました。ということで、この時間のゲストは岡三オンライン証券の武部力也さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。クリック365為替情報のコーナーをお送りしました。